ず見つけます。急に何ですか？こら。今の声はレオさん？ですか？すみません、私何かしましたか？あなたのカラスに先祖代々伝わる金のブローチが取られてしまったなのです。あの子がそんなことを。私の大事な宝物です。お返しください。そんな、残念。はい、やられちゃった。出番しかない。
東の天理の忍び衆のリーダー相手にとって不足はないな。4、3、2、1、レッツスプラッシュ。ない、ない、私の刀がない。あそこでくるくる飛び回ってるカラスが持ってる。恥ずかしい。カーカーと小馬鹿にして、へい、成敗してくれるわ。あ、いけない。諦めたくない。そうなのか、ならお前が何とかしてくれ。ご迷惑おかけします。ダッツイ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 諦めたくない。はは、出直してきな。どりゃ、えい、はい、はい、まだじだ、どりゃじ、どりゃ、あっ、そこにいでよ。せい、おっと、これは痛いわ。恥ずかしい気もするわ。あの子、私が怒ったからおへそを曲げてしまったのでしょうか。ホムラさん、すみません。取られたものは取り返してお返しします。近くだ。でも気持ちいいよ。
忙しいんだけど。私の友達がご迷惑を。すぐに止めます。やめちゃダメだよ。せっかく気持ちよくなってた。諦めたく来たところなんだかな。ティアラを持って逃げてしまいました。ガラス、あなたは私が更生させてみせます。よかったです。悪くはないです。遠野天狗の忍び衆のリーダー、夕焼きです。クラッシュ、カモン、4、3、2、1、レッツ。ちょっと、あのカラスってば夕焼きチームの友達だよね。まさか、シキさんに何か奪われてしまったのですか。そうなんだよね。でも自分で取り返すからノープロだよ。そうはいきません。責任を持って私が取り返します。いいの。夕焼き陣に見られたらちょっと恥ずかしいし。何を取られてしまったのでしょうか。よっ。
ちゃうの？ガラスが加えていったのはキラキラ光る布？いえ、シキさんの光沢サテンショーツですね。全力で行きましょう。さあ、あなたたちの力をお見せなさい。4、3、2、1、 PBS。 あのカラスはどうやらキラキラしたものを狙っているようですね。ですから購買部から光り物を買えるだけ買ってまいりました。さあ来なさい。今度という今度は逃がしませんよ。ここまで人に迷惑をかけるなんて友達ながら悲しいです。私も覚悟を決めました。倒す覚悟で参ります。釉薬さん、あなたは武器を手にすると。てめえ、このトリコがこの俺に逆らうなんていい度胸してるじゃねえか。トリコ、トリコ、し、もっともっと巻きで。もっと本気を見せて。お友達は大丈夫かい？よっ。盛り上がってきたわ。Thank you.
た武器を持って性格が変わっていたのですね。人の上に立つ者として負けるわけにはまいりません。やっと捕まえた。どうしてこんなことを。これはまさか私と仲直りするためのプレゼント。お気持ちは嬉しいです。でも人のものを取ったらダメですよ。これからみんなに謝りに行きましょう。喧嘩したお詫びに光り物を集めて仲直りしようとしたのですね。その友情こそがお前たちのキラキラだな。もう許すから早く私のパンツ返して。本当にごめんなさい。これからもよろしくお願いしますね。他愛のない任務でした。ついた。